当時の面影が残ってるな。ここは木漏れ日の道といってね、彼女と寄り添って歩いたもんだよ。行くぜ。引き受けました。任せる。この池はいいな。一緒に赤い魚の数を数えてさ、夢中になって落ちかけたところを手を引いてくれ。ああ、魔獣もいるんだ。のろけはほどほどに。よお粗末様です。
ガンガン行くぞ。レッカバン続けやバン。切り裂け。この木は逃しません。リゼット頼むぜ。参ります。ソニックチェイサー。期待以上の増え方が決めやがったな。崩れたぜ。アンサー畳み掛けるぞ。見とれたかよ。キレキレですね、アーロンさん。あのアズマヤの下で彼女とランチを食べたんだよ。朝から手作りしてくれてさ、今でもあの美味しさははっきりと。話を聞いてないね。そろそろうぜえな。お、お宝じゃねえか。攻撃の時間が短いよ。
とくと見やめ。舞い上がれ。やったか。宝箱だな。始めるか。この辺りにかなり大きな花壇があってね、綺麗って微笑む彼女に後悔したのさ。君の方を聞いてみて。でもちょっと羨ましいです。速攻で決める。時に女性にとって直球は何よりも嬉しいものですから。なるほど、そういうものですか。特性のアップが効くわよ。この木は逃しません。任せた。リゼット捕らえました。やっ、バン様お願いします。こっちだ。そらそら。始めるか。
続けやバン。頼んだぜ。こっちだ。そらそら。そこだ。フェリー。特定の圧が効くわよ。上げていこうぜ。遅いです。燃え尽きろ。ガンガン行くぞ。おかかせよ。チャンスだ。今だ。決めろアーロン。そうだ。レッカバン。後期です。もらった。ざっとこんなもんかな。素晴らしいアイテムでした。チャンスだ。速攻で決めるぞ。あー、暴走客。ここだフェリー。頼むぜ。そこでジャンプ。手応えです。バッチリだ、フェリー。エイケルコン。さあ、始めるか。チャンスだ。一気に決めるぞ。崩れたぜ。逃がすかよ。ヘキトラ。よし、上出来た。お、やるじゃねえか。宝じゃねえか。一息つけそうだな。悪くねえ。
あの木はもしかしたら。やれやれ、やっと目当ての場所か。
呼ばれて飛び出てって何なのよ。その目役ってのはやめてよ。私は私に決まってるでしょ。スペシャルでマーベラスな専用ホロー MKESV004 メア。影響を受けた。そしてわざわざ力を貸してあげてるだけよ。じれったいわね。って何それ、この場を記録してるの。なるほど、人間ってのは面白いことを考えつくもんね。ちょっと原始的すぎる方法だけど。チビロリオ赤毛。ちゃんってまあいいわ。言っておくけど過度な使用はになるから。あとでその子のログから再現プロセスは解析するのね。それじゃあバン、悪夢をまとう？まとわない？ああ。まとうぜ。カボソキ鎖を知るべき。今ここに限界する。我は悪夢にして、また悪夢を踏み破る獣なり。下がってください。やりやがったか。当然。
やっと見つけた。若いな僕。それに彼女も記憶のまんまだ。え、なんだい、どういうこと。待った、まさか君たちポーレットを知ってるのかい。ちょっと黙ってないで教えてくれよ。おじいちゃん、拭き終わったよ。おーおー、ありがとうな、夢。夢っていうのか。おお、面白くない。こんなので悪かったな。いや、でも本当にありがとう。しかしポーレットはどこに。昼間も見かけなかったし。とんでもない、みんなも本当に助かってるわ。ブレンダスさんのところで調味料を買い足してたんだけど。あら、いやその、なんというか。久しぶり。新しいお客さんかしら。はじめまして、こちらのビストロの従業員をしているポーレットと言います。バンさんたちのお知り合いかしら。まあそんなところかな。いや、人違いだったようだ、お嬢さん。君たち、今日は失礼するよ。依頼料は後ほど口座に振り込んでおく。なんだかお疲れみたいですね。そろそろ開店ですし、お腹が空いているなら何か召し上がっていかれませんか。はあ、そのいいのかな。もちろん、モンマルトはどんなお客様も大歓迎ですから。バンさんたちもどうぞ。今ならすぐにまかないも用意できるわ。なんて美味しいんだ。ちょっとしょっぱいけど。
おい、ポレット。ん？何お父さん。いや。ねえねえ、おじさん、なんで泣いてるの？影響を受けた。そしてわざわざ力を貸してあげてるだけよ。言っておくけど、過度な使用はになるから。
バーゼル理科大学のハミルトン博士、そしてクーロングループのファンルート、ある人の共同招待という形になるわね。東の温泉郷ロンライで五つ星旅館として名高い壁山楼、その2泊3日の宿泊チケットをあなたたち全員に送らせてもらうわ。お主はどうも真の置き所が人と違うようだ。まるで世に己が居場所はないと最初から諦めているような。だが私に言わせればまだ青い。天地人がつながっていること、まずは身をもって実感するがよかろう。